まず幼稚園生1年生2年生さんには今日は箸の持ち方と鉛筆の持ち方をちょっと練習していきたいな。じゃあ早速みはる先生、みはるちゃん、箸をちょっと持ってくれる？この上で。お、見える？みんな。そう、お箸ってね、みんな上手に持てるかな？なんか見にくいね。こんなもんか。うん、これみはるちゃんの手。どう言えばいいんだ？ちゃんと持ててるからな。人差し指、このね、指、この指を上の端にこうかけてね、下に行くか。で、ちょっと動かしてよ。ちょっとこんな感じで動かしてみて。そう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 。あのね、お箸はね、上だけ動かすの。下はそのままなんだよ。そう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 。うまいね。そう、ここの当てる位置ね。人差し指の頭でしょ。で、ここが第二か、ここのところ。で、この下でこう、押さえるんだよ。で、こっちを抜いたら、鉛筆の持ち方なのよ。だから、お箸がちゃんと持てる人は、そう、鉛筆の持ち方が上手なんだよ。お父さん指がちょっとやって。お父さん指出してみて。そうそう、お父さん指出たりしちゃダメなんだよ。結構みんなこうやってやるからね。ちゃんとつまんでください。ほい。ほい。そしたら、お箸の練習しようかな。みんなもね、お家になんかこうね、折り紙ね。今日ね、折り紙をさ、ちっちゃくカットして。みんなこの模様好きでしょ？結構こんなマスクみんなしてきてる。で、どうする？黄色からピンクに。ピンクに。お箸を上手に持って、こっちにじゃあ。はーい。はい。うん。そうだな。もうちょっとこっちに持ってきて。そう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 。お箸でつまんで、ひゅー、2個目、ほい。はい。3個目、ほい。4個目。みんなもお箸があったらさ、練習してみてね。5個目。持ち方がひどい。持ち方？よいしょ。そうそう。6個目。ちょっと多かったかね。はい、7個。はい、出来上がり。で、復習ね。ちょっとこうやって。これで下をこう、抜いたら、鉛筆の持ち方になるから、お箸の持ち方と鉛筆の持ち方は、大切だよ。はい。では、ウォーミングアップおしまい。で、本題に行くぞよ。はいはい。では、これ、ここになったらピカピカするよ、ほら。消してくるか。ピカピカしないかな。ちょっと待って。大きくして。ここなの見えちゃった。今日はやりたいと。はい。あら、見えるかな？明るい？大丈夫？これね、1年生と2年生の今月の初頭の課題です。はい。それで、この中でみんなに伝えたいのは、歯。1年生だと、これでいいの？歯。大きくする？うん。歯と、歯の結び、なの結び、それから2年生の、2年生も、なに結びがあるでしょ？あと、まもあったはずだね。1年生のまだね。このね、結びの練習をしてもらいたいな。じゃあ、どう書くか。結びは？まっすぐ下ろしてきて、急カーブをして、ここまではね、一気に持っていってほしいな。で、こっからちょっと滑り台に上がる。滑り台したことあるでしょ？上がって、
で、ここからぐーっと滑り台のようにちょっとまっすぐっぽく持っていく。でね、よくみんな書くのは、この辺ちょっとやるか。ドン、クールリンって書くのよ。これね、うまくいかないよね。これうまくいかない。ここがね、ドンってなったらね、絶対うまくいかないのよ。なので、ぐーっと来たら、ここで急カーブ。ここまで行き。ちょっと斜め上、滑り台。この形で書いてもらいたいな。じゃあ、それを使って、OK。あ、いい感じ。どこ？ここ？ここ？こう。あら？オンになっちゃった。ごめん。ここか。ん？ここか。ここね。まっすぐで、急カーブで、ここまで。ちょっと上で滑り台。あ、ちょっと大きくなっちゃったか。で、この部分はね、続ける線なので、こっちに向けてね。それからな、斜め、斜め。この出る場所ね、しっかり見てね。トン、てんてんてん、こっから線を引いたところも、下に、第三角目、続けるように、ここも、丸めて、ちょっと上、滑り台。で、行くといいな。で、次なんだっけ？まか。まは、まはね、横の方、横じゃない、上を長く、下を短く、ちょっとだけね、まっすぐ書いて、急カーブ、ちょっと上、滑り台。ちょっと大きくない？ここがちょっと曲がったね。そっからそれでいいのか。ね、結びはね。ね、なんで待ってさ、上が長いかって言ったら、ひらがなは漢字からできてるんだよね。漢字のこの、まという字が最初の文字。なので、最初は一番上の方の横がね、長いからね。下にしないでね。というところでしょ。で、もうちょっといける？で、じゃあね、これ、おとかさ、んちょっとこれ大きくしてくれる。大きく、ちっちゃくじゃなくて。うん、ちっちゃくだ。おが二つあるよね。それから、あ、これ。このね、結構似てるじゃない。おのさ、この部分と、あーの、この部分ってさ、こう、お山登りの丸で似てるでしょ？でもね、うまく書くにはちょっとね、ちょっとだけね、変えるといいんだよ。どういうことかというと、ちょっとこの辺にするか。おはね、遠くの、この辺が一番上。で、ちょっと細長く書いてあげるといい。ここが。ここが楕円形で。あーは、ちょっと高い位置。ここが一番上で、少し右側に丸めて持っていく。ちょっと難しかったかな。ちょっと難しかったかな。ちょっと難しいな。じゃあまあ、ちょっと書いてみるかな。それで、ん？いける？もうちょっと行こうか。よっしょ。O はまっすぐ、ちょっと上。遠くまで持って行ってから持ってくればいい。ここね。あは、少し丸めて、この辺が一番上。で、少し右に持って行ってから持ってくる。ふふん。という違いを入れるといいかな。ということかな。1、2年生の
ひらがなの説明をしました。人形っていう字なんかもあるけれどもね、またそういうのを教室でやろうね。はい、1、2年生の説明は以上です。